小杉次郎小杉次郎3月25日から1981年2月17日は日本のインダストリアルデザイナー。東洋工業の乗用車やトラック、新三菱重工業のスクーター、ジャノメミシン工業のミシンなどのデザインを手掛け、日本のインダストリアルデザイナー第一世代を代表する人物として知られる。没後十八年を経た二千十九年十一月、 日本自動車電動の2019年度の電動車に選出された。父は洋画家の小杉法案、兄は美術史学者の小杉和夫、甥いには洋画家の小杉小次郎がいる。1915年、東京市滝野川区にて洋画家である父、小杉法案と母、春の次男として生まれる。1938年に東京美術学校図案科を卒業。 その後平気でで車両修理の仕事に携わった後、1944年に商工省工芸指導所に入所、そこでは木製航空機部品の設計部門で働くこととなった。しかし、再び応賞され、その後間もなく終戦を迎えた。戦後は、1947年に山脇岩尾らと生産工芸研究所を設立し、1949年からは、 フリーランスとして活動、日本におけるフリーデザイナーのパイオニア的存在として活躍。1953年にジャノメミシン320型が毎日新聞社主催の第2回毎日工業デザインコンクールで特選第一席に選ばれた。また、1952年には新潟県三条市に招聘され、1981年に 亡くなるまで現地企業の多くの製品のデザイン指導も行った。小杉はデザイナー団体としての活動にも携わっており、1952年には小杉を含む25名のメンバーで日本インダストリアルデザイナー協会を設立し、1961年までは理事、そのうち1958年から1959年までは理事長を務め、1974年には 同協会の名誉会員理事となった。自打理事長時代には、通商産業省主導のグッドデザイン商品選定制度に反対し、会員に審査自体を決議させたことがある。また、1960年に日本で開催された世界デザイン会議は、その時期に日付として、団体としての不参加を表明した。この他、1955年から1971年まで、 毎日工業デザインコンクールの審査員を務めた。1981年、三上市から帰郷後、1月30日に、目白の古籍二郎デザイン研究室に出勤後、脳出血で倒れる。同年2月17日に成去墓所は、栃木県日光市の古籍家墓所にある。生前に申請した、特許、実用審判の数は200を超える。 マツダ R360 クーペマツダ K360 ジャノメミシン670型東洋工業は1948年に小杉にデザインを相談したのをきっかけに以後10年余りにわたって多くのマツダ社のデザインを小杉が担当した。など、ジャノメミシン工業と小杉との関係は小杉がデザインしたジャノメミシン320型が 第2回毎日工業デザインコンクールで特選第一席に選ばれたことに始まる。同社は小杉のデザインをほぼそのままの形で製品化し、以後長年にわたって多くの機種のデザインを小杉が手掛けた。など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 、MK-6001965 年に発表した一品製作の二人乗りスポーツカー。上半分が赤、下半分が灰色のボディを持つ。 ボンネットには使用時に起き上がる丸型ポップアップ式ヘッドランプが装着され、キャビンは側窓と屋根が一体となったキャノピーで覆われている。ドアは強度の都合で上半分のみが上から下に外側に開くようになっており、乗り降りはキャノピーを後方にスライドさせてからドアを開いて行う。イタリアのカロッツェリアの仕事の方法に習い、エンジンや足回り等は メーカーの既製品を使い、ボディを自製した。ボディは、東洋加工、エンジン関係や組み立ては、東洋工業及び松田大と横浜の協力を得て、制作された。小杉と小杉の研究室のデザイナーだった松本文夫が一貫してこのプロジェクトに携わり、製作期間は、図面、製図、モデル制作に1年、製作を開始してからさらに3年かかった。 主なスペックは以下の通り、ありがとうございます。